はい、皆様おはようございます。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、飯がないってことで本当はパスタ行こうと思ったんですが、時間もなくなっちゃったんで申し訳ないです。またまたラーメンですね。はい、用意するのはピーマンね、玉ねぎ1/4、ギャーリック、鷹の爪目ですね。あとこれともやしとひき肉ね、これ用意しておきましょう。はい、それではね、早速薬局スタートしましょう。ピーマン、はい、それではね、いつものようにね、ピーマンがっつりだとね、いきましょう。はい、そしてハーフカッティングですね。はい、パッカリなど開いて、この種は捨てますよ。ね、まあ食べたい人は食べてもいいけど、あんまこれ美味しくねえんじゃねえよ。ちょっと私も食べたことないんでね。まあ毒性はないと思いますよ。ね。はい。はい、ガツンガツン、パッカリなどね、切りましょう。はい、こいつもガツンガツン。ちょっと待って。あるある。このさ、玉ねぎの根ってまずいんだよね。はい、これ捨てちゃいましょうね。ガツンガツンパッカライナですね。はい、ガツンガツンパッカライナ。はい、切り終わったピーマン&ネギ玉ですね。はい、これをね、ボウルの中にスコルバ、キンコン、カントを入れておきましょう。はい、そこを敷いたらどうしようかな。鷹の爪。はい、鷹の爪ですね。あんま辛いのを切らない人はね、この種捨ててくださいね。私全然大丈夫なので、もう種ごとバツンバツンをちぎって入れていきましょう。はい、こんな感じになりましたよ。はい、そう敷いたら次はね、ギャーリックですね。まあスライスでも何でもいいんだけど、どうしようかな。まあややみじんにしますかね。ややみじんでガッツンガッツンとね、はい、切っていきましょう。ガッツンガッツンパッカラですね。いやー、それにしても寒いよね。あ、やっぱ寒い日はさ、まあったかいご飯食いたいんだけど、まあ締めがない時はあったかいラーメンね。もうこれでバッチリバッチリチリリンリンってね、いくんじゃないでしょうか。はい、そして鷹の爪もね入ってるし、ニンニクも入ってるってことね。スタミナバッチリ、もう体の中からカプサイシン、アリシンがバツンバツンつりりんことね、湧き上がってくることでしょう。はい、それではね、これとひき肉もやし持ってね、バーナーコーナーの方へゴーしましょう。はい、ただいまですね、バーナーコーナーの方にやってまいりました。フライピンですね。どうしようか、先にラーメンスープ作っちゃおうか今日はね。はい、じゃあフライピンとこいつですね。はい、もうね、あらかじめ黄金だしね入っております。はい、展開パーツですね。はい、そうしたら、まあ、黄金だしプラスね、さらに旨味調整ということで、ガツンガツンツリリンことね、はい、丸鶏ガラスープの素ですね、入りましたよ。はい、そしたらね、少々のブラックペッピー入れちゃいましょうか。そうして、はい、そうして、この黄金だしに対しての 1% のお塩ですね、ガッツリなとね、入れておきましょう。あ、ガッツリなと、こんなもんかな。ちょっと薄いかな。はい、そしたらね、お醤油一回しぐらいね、はい、こんな感じでお願いいたしますね。はい、これでね、ラーメンスープはほぼほぼ完成かな。ちょっと味見してみますね。いただきます。する、あ、いい感じだね。このデパートの、なんていうの、昔デパ地下にあったこの200円ラーメンコーナーのラーメンのスープの味みたいな感じですね。もうちょっといくかね。はい、それではですね、もうちょいね、ラーメンスープのグレードアップしましょうね。はい、生姜です。少しおろすね、がっつりなと。はい、こんなもん、あんま入れちゃうとなんかもう生姜の味引き立っちゃうんでね、軽くでいいです。はい、そして先ほど刻んだニンニク少しね。はい、これでガッツンガッツンとね、ラーメンスープのもうグレードアップしたんじゃねえかなっていう感じですね。ちょっと味見してみましょうか。いただきます。グレードアップしたね。昔のデパートのこう最上階にあったレストランのラーメンぐらいまでね、格が上がりました。グッドです。はい、それではラーメンスープの方できたんで、具の方ですね、ひき肉リーミンってことね、ひき肉炒めてまいりましょうか。ガッツリだとチェンジですね。はい、それではね、ひき肉を炒めてまいります。はい、それではまずですね、フライピンの方にね、油をちょんちょんちょちょんちょちょりーなとね、入れていきましょう。あ、チュンチュンチュチュンチュチュンチュンチュン。はい、これスズメかい。これスズメって本当にチュンチュン鳴いてるのかみたいな感じですね。もっといけね、これ火つけてほしい。火つけてほしいね。これもうくだらないこと言ってる場合じゃないからもうね。ガツンガツン、早く当たらないかな、これな。ガツンガツンばればいいか、まあな。はい、そしたらね、まず、鷹の爪&ギャーリックですね。はい、これいっちゃいましょう。ガツンガツンパラライカですね。
ガッツンガッツンパラライカ、ガッツンガッツンパラライカとね、はい、炒めていきましょう、ね、香りが出た頃にひき肉ですね、ひき肉ね、はい、お分かりになります、こうジュンジュンジュジュンジュジュジュンジュ ン, ジュン、だからスズメじゃないぜ、ジュンだぜこれということでね、そしたらねひき肉、はい、入れましょう、はい、これ好きなだけね、バツンバツンバツリ入れていきましょうね、はい、バツンバツンバツリーな、バツン、お火強いよこれ、ニンニクと鷹の爪焦げちゃうからね、あんま火強いとね、ガツンガツンツリリンコ、はい、それではねこれ豚肉なんでね、ちょっと完全に火通しちゃいますよ、はい、ひき肉の方ですね、まあだいぶいい感じで、まだちょっと赤いとこありますがね、まあこんなもんでいいんじゃないみたいなね、非常に香りいいですね、やっぱね、ニンニク入ると、で後でちょっとね、片栗粉で閉じちゃうんでね、まあ完全にここで火が通ってなくてもオッケーオッケー、ベリオッケーです、と言ってる間にピーマン&ネギ玉ですね、まあこれ両方とも生で食えるんでね、ガツンガツンパラレカとねやっておきましょうか、はい、そうしたらヤシモですね、はい、ヤシモも入ります、あんまつってもしょうがねえな、はい、ヤシモ半袋ぐらいでいっか、まあ、もうちょい入れちゃおう入れちゃおう入れちゃおう、まあはい、入れて、はい、炒めまーす、ガッツンガッツンパッカラいいなーすね、はい、これおいおいおい、これ具増えちゃったよこれね、これだけでも美味しいんじゃない、これ飯上にバー乗っけてね、飯ないのよ今日ね、ガッツンガッツンパッカラいいなーす、あ、それでラーメン茹でたい人は今のうち茹でといてください、私いつものようにね、20円焼きそばこれでねラーメン代わりしちゃうんでね、これは茹でないでね、あの汁の中にぼっちゃりんこで入れればもうすぐできちゃうんですよね、感じですね、いい感じになったね、一回じゃあここで火止めようか、はい、そしたらね黄金だし入りますよ、ダダッとね、はい、黄金だしですね、はい、ガッツリーナとね、はい、入れましょう、もうちょい入れるかね、はい、がっつりーなとね、はい、こんな感じになりました、このさ具材のまあまあまあやや下ぐらいまで黄金だし入るような感じ、わかるかな、いつもはだいたい下なんだけど、こういうまあまあ下でいいから今日はね、それはなんでかっていうと、今これもやしにまだね完全に火通ってないんですよね、このもやしに火が通るとややくたになって沈むから、うんね、はい、それではねガツンガツンとねいってみましょう、もやしもさ完全に火通らないの結構生臭いんでね、もやしは火通した方がいいですね、まあ、もしくはヒゲと頭を取って熱湯ぶっかけるとね、でごま油であやしても結構美味しいと思われます、はい、こんな感じで、もうちょいいくかね、もうちょっと火通しましょう、はい、茹でること炒めること茹でることでね、約30秒ねガツンガツンといきました、もう玉ねぎも火取ったね、ピーマンも火取ったね、お肉も完全に火取ったね、ヤシモも通ったね、はい、そしたらねそろそろ味付けに入りましょうか、はい、味付けなんですが、はい、醤油少々ね、一回し二回し二回しいらないか、一回し半ぐらいね、はい、こんな感じになりましたよ、はい、今日のメインはこちらです、オイスターソーシーですね、はい、オイスターソースにね、ガッツリンコとね、はい、こんな感じ、二回しぐらい入ったかなこれ、そうしたら醤油はさ少々でいいよね、今日はオイスターソースメインのね、ややこう甘ったり海鮮の味で攻めていくからねこれね、うん、ひき肉のくせにねみたいにね、はい、そしたらこの辺でちょっと味見してください、ね、オイスターソースってさちょっとですごい辛くなっちゃうから気をつけてね、いただきます、うん、うめえなこれ、はい、これでもうほぼほぼ完成、もうほぼほぼっていうかほぼ完成だね、はい、そしたら向こうのね、ラーメンスープの中にね焼きそばの麺ぶち込みますか、ガッツリーナとちょっとぶち込んじゃうね、はい、ラーメンスープの方にね、焼きそばの麺ですね、今ぶち込んでねグッツングッツングッツリンコやってます、はい、その間にね、こいつですね上に乗っける具ね、はい、これ片栗でとじますよ、このまま粉入れちゃダメだからね、これ水で溶くからね、はい、これが水溶き片栗液ですね、はい、こんな感じでじゃじゃじゃんじゃんとね、はい、こんな感じでお願いします、あとはねこガツンガツン火止めちゃってもいいからね、ガツンガツンパラもうこの辺固まっちゃってんからね、はい、そしたらね一気に強火にして固めていきましょう、ガンガンガガンガガガンガンボの助ですねこれね、
ガンガンガンガガンガッツリーなと。それではね、これを少しね、片栗粉、水溶き片栗粉、ちょっともうさ、いい感じでほらとろみ出てるんだけど、ちょっととろみ出てからもう少しやった方がいい。そうすると最後までとろとろになる。あんまり早く火止めちゃうとなんかこう少し経っても、あ、もう水っぽくなっちゃったみたいになっちゃうんで、ややね、とろみがついてるなと思っても、やや今度ね中火ぐらいでねがっつりとねとろみつけてまいりましょう。はい、それではこっちだね。はい、チェーンジね。はい、チェンジしました。向こうで今ね中火ぐらいでね、やってますよ。ズズズズズズズ、見えるかな見えるかな見えるかなね。はい、こんな感じです。はい、そしたらね、こうラーメン、そのリーミンの方をね強火でガツンガツン、パッカリーノですね。いい年のパッカリーノ、どこに行ったんだい、これ早く帰ってきておくれ、寒さこらえてあんでます、おっとか、だから歌ってる場合じゃないから、もうこれリーミンできたら、もこっちもあんかけもできたからこれね。はい、それではね、これ盛り付けてがっつりと食べていきましょう今日も。はい、それではね、リーミンの方ですね。寒さこらえてあんでます、おっとか、見れんでしょ、入れて恋しはラーメンで、はい、飲むとやってばいじゃないですね。はい、ガッツリやとね。はい、盛り付けのコツとしては、このリーミンがちょっと上に出るぐらいで、その上にあんかけぶち込むからね。うん、ちょっと待って、今チェンジするからね。はい、再びフライピンですね。あんかけ入ってますよ。ひき肉とこのとろみを、冬はこういうの限んな。はい、したらもうあとこれ乗っけるだけ、リーミンだからね。どういうこっちは乗っけるだけリーミンとはーいね。はい、たっぷり乗っけリーミンして、お、火止めよ火止めよ。はい、これで完成となります。それではね、テーブルの方に運んで食してまいりましょう。はい、ということでね、ひき肉ラーメンですね、テーブルの方に持ってまいりました。それでは早速薬局ですね、いただいてみましょう。お好みでね、七味、一味、八味ね、バツンバツン、ツリリンコですね。はい、ぶっかけましょう。はい、それではね、いただきましょう。まずスーピーの方からね、いってみましょうか。この上のさ、ややあの甘み、とろみっていうの、オイスターソースの甘み、とろみ、ね、片栗がとろみだね。それが上に乗っかってて、下があっさりスープね、やや塩系だね。いただきます。うまいね、この上の甘いタレスープはうまい。ああ、そんで下のこのね、下のあっさりスープ、これ食べてないうちにこう合体してからさらに美味しくなっちゃうからね、これね。いただきます。美味しい。まあうまいね、あったまるわ。寒さこらえて食べてます、あったか、うるさいからこれ。まあ、こういうくだらない歌とか話を聞きたい方は、ぜひサブチャンネル MMDD の方も、 MMDD の方へようこそ。新しい動画開きますね。感じてないでしょうか。いただきます。まあうまいね、まあうまい。もやし熱いね、結構ね。いただきます。ふうわ、もうすっきり、あ、ちょっ、曇っちゃってるからこれ、いい、一挙に温まるね。いただきます。最高だね。このひき肉のうまみと玉ねぎの甘み、そしてヤシの実残るややシャキシャキ感、まあたまねぎも曇っちゃうよこれね。いただきます。おいしい。いただきます。ああおいしいな、ピロン。ああ、ほんとおいしゅうございます。ポイントはもうただ一つだけ、オイスターソースの入れっぷりに注意しましょう。慣れるまではさ、オイスターちょこっと入れて味見して、ちょこっと入れて味見してやってくださいね。
で最後に片栗で閉じれば OK、ね、何しろオイスターソース薄すぎる、入れなさすぎるとすごい薄くて味がないし、もうほんとちょっとでも多く入っちゃうとすっごい辛くなっちゃうんで、この辺がオイスターソースの難しいところね。だからあの瓶もちっちゃいんだろうねきっとね。うん、もうほんとポイントはそこだけですね。うん、あとあの普通の粉々のついたあのラーメン茹でたい人はね、あらかじめ茹でておいてくださいね。うん、いただきます。うん、うまっ、うん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 、最高やこれ。はい、ということで本日も最後で無駄なしまかない道場ご賞味誠にありがとうございます。本日ですね、ひき肉ラーメンの作り方ね、これ一応やってました。下はね、下のスープはだいたい塩ベースのね、あっさりスープで仕上げておりますね。だいたい 1% のね、塩と黄金だしでバッチグだと思います。そして上のこのあんかけね、これはオイスターソースのね、甘みメインでね仕上げてあります。でもオイスターソースを入れすぎるといきなり辛くなっちゃうんでね、もうその辺だけ注意してください。はい、ということで皆様に一つお願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク一票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。寒いんであったかいもん食べて風邪ひかないでね。じゃあね。